こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今防衛省が進める馬毛島国有化だが、やはりなかなか話が進まない。これは、どの都道府県を見てもわかることだ。難航している。中山元防衛副大臣が西之表市に訪問している。では、現状どれくらい進んでいるのか見ていくとしましょう。2020年8月7日、鹿児島県西之表に所在する馬毛島について、防衛省は、道東への2本の滑走路の整備などを含む、およそ4年にわたる、馬毛島基地整備計画の概要を公表した。馬毛島基地としての整備計画は、以後自衛隊も常駐して、各種の訓練を、実施するほか、本来のアメリカ軍の航空母艦艦載機の陸上での着陸訓練 FCLP の候補地であることが示されている。同日には山本防衛副大臣もこの方針の説明のため鹿児島県に入り、塩田鹿児島県知事と八坂西表市長と個々に面会を行って、馬毛島基地整備計画への理解を求めるものとみられた。この動きの前日の6日には、種子島から児童らを馬毛島に送り、道東の自然環境やこれまでの歴史などを学ばせるイベントが、八坂西表市長の発案で実施され、馬毛島基地設置反対をアピールしている。こうした、すでに、規定路線として粛々と馬毛島基地整備計画を推進していこうとする防衛省、国側に対し、地元自治体の塩田県知事と八坂西表市長らの勢力は、あくまで反対する姿勢を表明している状況だ。しかし、馬毛島は、もともと島の面積のほとんどを、東京の建設会社の子会社であるタストンウェアポート社が所有しており、その関係者以外の居住者がいない無人島であり、国の決定を覆すことは困難だろう。こうした地元自治体の活動としては、鹿児島県熊毛郡の西表市、中種子町、南種子町、屋久島町からなる米軍基地等馬毛島移設問題対策協議会が2007年に発足していたが、2018年には山頂の離脱で解散していた。そのため、事実上現在でも反対姿勢を崩していないのは西表市のみだと言えそうだが、政治的には決着済みの感は拭えず、政府は地元への説明責任は果たしたとする形で計画へ着手するとみられる。一部の勢力の根強い反発は続くとは予想されるが、国としても160億円の予算を投じて買収した上、馬毛島よりも地理的に有効な場所を確保することは厳しく、これを宝具にすることはありえないだろう。もともと、近年の馬毛島は、こうした公用地としての転売を目的に、これまでも、様々な計画が浮上しては成就しないという状況を、繰り返してはいたが、アメリカ軍の FCLP 用地の確保という喫緊の、課題は重い。この用地として馬毛島が着目された後、一度国はその価値を試算しているが、そこで算定された金額は45億円程度と、2019年11月に合意された160億円より
はるかに低い金額だった。これが他に有力なアメリカ軍の航空母艦艦載機の着陸訓練 FCLP 候補地がなかったことから、所有者であるタストンエアポート社との交渉の末、ようやく160億円で決着がついたとの経緯があった。言い方は悪いが、政府の足元を見たタストンエアポート社は自社で造成していた飛行場の費用などを勘案し、400億円を要求したため、交渉は難航し、2019年11月までもつれたとも伝えられている。もっと遡れば、馬毛島は江戸時代までは飛び魚漁の時期のみに漁民が滞在しただけの島であり、明治以降には牧場となり、その後の太平洋戦争中には日本海軍の施設が設置され無人島となったとされる。戦後にはサトウキビの栽培や酪農を営む農業開拓団が定住し、1959年に最大の人口となる528人を記録するも、元来農業に不向きな土壌であったことから次第に減少、1980年3月に無人島に戻った。これと前後して、1974年に東京の平和相互銀行が馬毛島開発株式会社を設立、翌年には島の大半を購入して、堀からの高度経済成長に伴う余暇の拡充から、レジャー、観光事業への進出を期とした。しかし、この馬毛島のレジャー、観光事業化は、頓挫することとなり、今度は、国の石油備蓄基地の候補地として、名前が挙がり、ここに来て、にわかに、国への転売を目的とする島へと、変貌を遂げていった。ただ、この時の石油備蓄基地も、最終的には、鹿児島の志布志に決定したため、馬毛島の出番はなくなり、次に、その名が浮上したのは1983年。自衛隊のレーダー設置候補地としてだった。この案件は、馬毛島を所有する馬毛島開発株式会社の親会社、平和相互銀行に、右翼を通じて持ち込まれ、1986年に工作資金が政界に流れ事件化し、平和相互銀行自体が住友銀行に吸収され、終焉を迎えた。そして、1995年になり、立石建設が馬毛島開発株式会社を買収、やがて社名を現在のタストンエアポート社に改め、現在のように馬毛島の面積の約 99% を所有するようになったものだ。その後もタストンエアポート社が所有することになった馬毛島は、公的用地への転売を目指し、航空宇宙開発の拠点や使用済み核燃料の中間貯蔵所などの事業の名前が挙がるものの決定はしなかった。そしていよいよ2007年に、現在は小笠原諸島の硫黄島で実施されているアメリカ軍の航空母艦艦載機の陸上での着陸訓練 FCLP の候補地として、その名が報じられ現在に至っている。